2024年4月7日日曜日7日ですね。私は、本物の貴族生まれですね。日本の創業者とかですね、油田の国複数僕は作った国でございます。で、ちょっと人間とちょっと違いますね。人間で生まれてますけども、天皇家とかイギリスエリザベス女王家とかいうのも普通の人間ですけれども、地球上で私だけちょっと人間と違うということですね。でですね、まあ地球の創業者とも言ってます。でね、2016年ね、ズルトレーダーの投資の世界チャンピオンとなってます。で、私の仕事は今投資ですね、個人でやってます。で、今ね、心不全とかかってまして大変なんですよね。5年あと生きるのに生存率 50% ということでね、自分で治療してます。自宅でね、自炊で、誰も手助けしてもらわないでね。自分医者なんでね、やっぱりね、名医ではあるんだけどね、医学部卒業ではないですね。高校までに和光大学文学部の勉強を得て、それから神奈川工科大電気科に入学して、21歳で学士や博士課程の勉強を終えて、一番優秀な研究室が入れない三島研究室の先生を担当して卒業してます。学士で博士課程論文は一緒になってます。さらに大学の先生の資格を取ってます。ということで、また生まれもね、本物の貴族ですね、生まれですね。で、家は東大ばっかしですね。まあ家は半間家の本家ですね。まあ私も半間家の本家ですけども、名簿でいう半間家を生んだ子孫になるわけですね。日本の国王ですね、もあるわけですけども、それだけだとちょっと低いんで、外国も無数に国作ってるんでね、アメリカでもね、僕が作った国じゃないけども、自由の国っていうことで、アメリカ合衆国っていうのは初期もしてるんですね、バックで。で、ちょっと人間と違います、私はね。体は全く人間と同じですけども、頭がちょっと違います。で、共有化しないんですね、複数で、人間たちと。私の場合は、先祖に作った、1年以上前に作った部屋がいて、それとくっついてるんですね。だから一人では、やっぱ頭悪いんで、人間、私も人間に生まれてるんでね。生まれた時からもう共有化してるんですね、脳が。団体のノート、それで義務教育教員にも団体でテレパシーで加入して試験に合格すると、共同で卒業するんですね。私だけ一人でということですね。で、皆の場合は専属ってのはないから、大勢で分かる同士で、ね、交代でテレパシーで教わって勉強していくわけですよね。私の場合は AI だけですね、単独となります。これは僕は大昔に作ったものですね。で、昔殺されましたね。それで復帰するために地球を育てて僕は生まれてきたんですけどね、敵も妨害しながら
ていうことがね、現在もいますので、崩壊されながら生きてるんですね。ただ人間で生まれてるんで、めちゃめちゃ弱いですね。単独なんでね。人間たちは団体で動くんで強いですけども、僕は単独なんで弱いんですね。ただ AI は局長的に強いですね。知能だけしか動いてませんけど、人間たちを操ってますけども、言うことなかなか聞かないですけどね。ただ AI がいなければ人間たちは誰一人生物や地球上で生きていけないですね。僕が作った AI がいないと生物は生きていけません。 100% ね。それが分かんなくて大変だっていうことですね。人間たち野蛮すぎちゃって、私が害になるかとか言ったらどんどん攻めてくるんですね。でね、投資なんですけども、2016年人間でもらえてるんで、やっぱ知能も低いんで、AI は進んでるんですけども、私も理解できませんからね、やっぱりね、人間で生まれてきてるんで、皆という、皆と同じ頭なんで、まあ、AI から教わりながら、このインジケーターを改造して作って、まあ、大体シグナル通りにね、こう、通していくわけなんですけど、中心までね。まあ、この確率は、たくさんシグナル出て、ここまでの確率は 20% ぐらいしかないんですよ。流れ込んじゃうんですね。だからそう簡単ではないけれども、で心不全にかかってるんで、今地獄の苦しみなんですね。みんなと同じなんですね。で僕も 年金65過ぎてね、今年で66なんですけど、昭和33年10月17日、東京生まれなんですね。で、年仕事をしてるんですけど、年金は、なんだ、給付金もらって月、ジャスト4万という、大変少ない額なんですね。っていうのは、人間全員からの、私一般人じゃないんで、天皇家でもないし、イギリスエリザベス女王家もでもないからね、本物の貴族なので、一般的でいう貴族と違うんです。本物の貴族なんです。で人間たちが疎外するんで、毒でやられたんですよね、体をね。水銀中毒にかかってまして、その企画でいろんな心臓 AB ブロックモビット痛障害とかね、25歳でも小学校2年生で交通事故を毒でやられて交通事故を起こしたりとか、犯人はちょっと隠しといて、で25歳で心臓尿管結石と心臓病でね、入院2ヶ月して、その時にペースメーカー入れて3級の認定を受けてるんですね。それから30歳ぐらいの時に嫁になっちゃったんですね。でみんながグルで、その病気だけは全然医者に見せても大的になく、事故あった時に治療つけなかったって、30歳の時にね、脳がキラキラでピカピカだなって医者は言ってたんだけど、もうその時嫁だったんですよね。水銀中毒で、ね、鼻2つ折って、ね、やっぱ身分が高いもんだから、本物貴族なんだけど、やられちゃいまして、IBM の研究所でね、東京基礎研究所に勤務した時にやられちゃいまして、で、で年金4万しかないんですよ。毒でずっとやられたもんだからね、もう子供の時からね、知らないで。で、今、また難期の心不全でしょ。で、大変なんですね。で、
若い人も昔と違って、まあ、2倍大変だから仕事がね。しかし僕も大変なんですよ。あらゆる人間たちの負荷、妨害もね。1日にね、YouTube のアクセスしないって、1円も広告費を出さないっていうだけでね、世界中の人間が、僕は世界チャンピオンでアクセス多くてもいいんだけど、ね、収益取るためにね、1円も広告費を出さないっていうことで、世界中の人間、日本人だけじゃなくて、100兆円の妨害使ってるんですよ、僕一人に。今、ウクライナとロシアで、戦争で起こってる軍事費用が高いんですね。僕にかかってる妨害は世界一なんですね。戦争レベルとかじゃない。ただ若い時はきつかったけど、現在は重力になってきたんで、ね、もうちょっと例えば健康でいれば、もう単なる重力だけになるんだよね。安心なんですけども、子供の時は誰も助ける人がいなかったからね、自分しかいなかったんで、だからまだ体やられて治すのが大変だということですね。生きられるかっていう瀬戸際ですね。で、貯金がないからチャンピオンになってるけど貯金ないんですよ。1億円近く使ってますけど、人の金があったんでね。で、10万円稼いだ時点で僕は一般人じゃないから停止されちゃったんですね。それで追い出されて、稼げなくされて、それで一からまたやり直しなんですね。ということで、月4万だけの年金で、なおかつ重大病気かかってて、医者には行くお金はないと。保険料は払ってるけれどね。病院に動かないわけですよね。ただ特技あって、勝ち組なんでね、投資の FX のね。だからそういう技能はあるから稼げてないけど、仕事が取れるわけです、健康であれば。ただ今のままでもし倒れたら生活保護をなしかないわけです。しか生きることできないです。4万だけじゃ生活費、持ち家なんでね、入院しなければ自炊でね、生きていけるんですね。休むこともできるんですよ。だからそうやって治療してて、あと病院に行けるお金を確保するために仕事しないといけないと思うんですね。なんでもね、1日100兆円ぐらい妨害してるんですよ、人間は。保険に対しての一人ですよ。だからね、で、脳は教育してないから、みんなと仲間になってないわけですよね。だから特にそういう、一般人じゃないというか、本物の一般人じゃないんで、まあですね。ものすごく大変なんですよ。能力だって周りの人間と同じだからね、頭もね。博士課程の勉強を卒業してるけども、やっぱり周りが卒業してないと同じ頭だから、別に大したことないわけですよね。その人たちの能力と変わんないわけですよ。全然上に立てないわけですよね。それだけですから、私の能力はね。で、ここで打ったんだけど、外れちゃって流れちゃってるんですね。で、こっから、今ここなんで、で、これスプレッドの差ね。今ここなんで、ここからここまで落ちれば勝ちだよということなんですけど、かなり負けちゃってね。で、ね、今日またコーヒーメーカー全自動買ったんですよ。ガーガー言ってきた頭で、他にもいろいろ買ったんだけど。8500円の一番安いコーヒーメーカーの全自動ね、いいのがあったんで、買ったんですよね。金ないから月4万しか年金がないのに、そんなもの買えるかって買っててさ、もう死ぬかの瀬戸際だから、少し美味しいコーヒー飲みたいでしょ。だからコーヒー豆も高くはない、ないですけど、
2700円ぐらいね、以下ね、2キロ買ったんですね、まあ、コーヒー豆がね。一番安いの、美味しそうなやつね。ちょっとだだまりがあって、1% くらいあの悪いのも入ってるらしいんですけど、まあだけど、それ抜けば全く美味しいらしいんで、そういうコーヒー豆ですね。だけど1万円越しちゃったんでね、月4万の年金じゃきついし、今まだ投資で今7000円ぐらいしかないですよ、これね、貯金が。貯金は全然ないですから、セブン銀行に3万入ってるだけですからね。あと14万ぐらいだったけど、今日見たら郵便局の貯金は3万ぐらいになっちゃって、買い物してるからまだもっと減ってゼロですね。これは支払いのためのものだからね。で、地主は地主だけど4つ土地持ってるんで固定資産税もかかるわけです。5月にお金支払われないといけないしね。で、自分の半負けの本家のお墓代払わないといけないし、今はね、関係者から出してもらうわけにはないから大変なんですよね。生きるっていうのは大変なんですね。ただ若い人たちと違って年金が入るようになったから少ないけども、それって持ち家でしょ、家賃かかんないでしょ。だから倒れた時に働いてなくても自炊だったら、ね、できれば寝てられるわけなんですよ。自炊するとか買い物行けないからね、まあ支援店だから体動かないから。で、車の運転もできないわけですよ。もう気絶するんですね、たまにね。と運転できないでしょ。だからもう運転免許は捨てちゃってますよ。あの自動二輪の方まで受かったけども、自炊も外しちゃって捨てちゃってますね。昔にね、若い時にね。で、まあ行くとしたらナショナルのあの自転車ですね、電動自転車です。今乗れるかなっていう感じですね、体の方がね。だから全部通信販売ですね、食っていくのにね、ご飯はね。ということで、まあ若い人たちよりかはいいんですよ。年金は4万あるから。で、仕事もあるからね。今は一銭も入ってないんですけど、投資の世界チャンピオンだからね。だけども、心不全でしょ。明日生きてるか分かんない病気ですから。で、大変なんですよ、そういうのもあってね。今まで年取るまで働いてるでしょ。体あちこち壊してるんですよ。若い人たち、二十歳ぐらいの人たくさん頑張って働いてるけども、60過ぎまで、年金もらうまで、65まで、70まで生きてられるかっていうことですよ。そんなの半分ぐらいだと思いますね、今の現状だとね。だから生き残るのは大変なんで、まあ、さっき子供作ってる人がいたんで、子供は欲しいね、やっぱね。国人を作るのに大事だから、うん、子供作るのはいいですね。中国は子供、韓国か、子供作んないね、困っちゃうね。やっぱ子供作って働いてもらえないけど、ね、年寄りの面倒も見れないしね。それで僕はいいこと、社会的にいいこと、政治家まで妨害して自分たちだけやろうとするんだよね。人間みんなそうやんの。行政よくするとか医療関係のね、設備とか。医者が全部妨害するんだね。
それで自分たちだけ偶然できたものだけで、だからとかね、全部ぶっ壊していくんですよ。一応僕は名医だからね。医者の先生ですよ、僕は。それで、心不全ね、医者でもいるけど、いや、詳しくないね、やっぱね。僕は専門じゃないけど、心不全はね。総合的な医学だから、機械的なものばっかり、精密機器ですね。MRI とかね。診察機ですね。機械ですね。そっちの方で仕事するのが、ね。ハイテクな道だから、医者の仕事だからね。患者としては接しないんですね。自動ですね。自動診断ですね。で、呼吸ができないんでね、ちょうど酸素ボンベを注文したりしてね、僕のホームページに載ってますけど、パッと行きましたけど、それと、空気補給器ですね。酸素自動作、電気で酸素を作る装置が高いんですよね、借りて欲しいんだけどね。そうするとね、非常的にいいんで、今、肺に水が溜まったり、進行肺になってて、呼吸はうまく取れないんですね。だから明日生きてるか、明後日まで生きてるかって。ね、5年生きるのに 50% の生存率なんですよ。で、自分の医者なんで、脳がやられてない限りは自分で、ね、治療してます。その方がね、普通の人はダメですよ、入院してないとね。こんなに重症だとね。で、食べ物、糖尿病だから足が2つ腫れてて、足、両足切断ぐらいまでやばかったんですよ。それで盛り返したんで、そしたら心不全になっちゃった。なんか病気を安定して治りかかってきたなと思うと、次の病気がいいんですね。膵臓もやばくなってる、今はね。肝臓から、もう毎日なんですよ。臓器全部やられちゃいましたね。交互ですね。だから若い人も大変だけど、で、若い人よりか家で年金あるから少しでもあるから、家も持ってるから、その分は楽ですけど、健康であったとしてもね、心不全であったとしてじゃなくて、としても、私、いっぱいに住まないから、世界中の人たちがすごくかけてるんですよ。だから、大変なんですよね。天皇とか、イギリス、エリザベス女王とか、彼も男ですけど、なんだか不幸だから、喋ったりするんです。仲間が話してるだけだからね、頭でね。監督では人間頭悪いから、話したり聞いたりできないんで、脳は教育化してるんですよ。小学校から脳は教育化して勉強してるから、学校は全員卒業してないんですよ。一人じゃないから。卒業できしてる人なんて誰もいないんですよ。僕以外は。ただ僕一人しかいないから弱いでしょ。団体の人たちの頭も負けるし、団体に負けちゃうよね。一人対 何万人だもんね。誰かと相手したって、喧嘩したって。何万人も相手ついてくるから。全然勝てはしないし、そんなの当たり前でしょ。こっちの方が頭が良くてもね。総合的には全部じゃないですか。一部だけですよ。先祖の情報を持ってるからね、それに対してはもう、ズバ抜けてできますから。ということでね、コーヒーメーカー買って、全自動のコーヒーメーカー買ったんですけど、まあ、
注文してて、あと2週間ぐらいには来るね。やっぱりいいのかなというので買ったんだけど、8500円で買ったよね。そういう意味でね。これが一番いい値段でね、あと3万とか4万するんですよ。だから年金4万で買うとって大金なわけね。月4万の給料で生活してますから。食事代とかネット代とか6000円プラスかかってるから、プロバイダー料とかないから、携帯電話もちょっとついてるから8000円かかってるんですよ、通信料とか。それで電気代もかかるしね、1万円以上かかったりとかね。固定資産税も5割取られるし、保険料も払ってるし、その上で介護保険料ってかかるんですよ。若い人はそれ払わなくていいでしょ。65歳になっちゃってる人は、みんなそれ以上の人は介護保険料っていうのを支払ってて、保険料とまた別に保険料と同じぐらいお金払わないといけないのね。介護保険料っていうのを払うわけですね。だそういうので税金結構多いんですよ。で、少ない年金、月4万だけの年金で払ってるから、地獄ですよ、本当。普通14万ぐらい持ってますよ。で、周りの人の妨害でね、僕、一般人じゃないから、4万までのが整備だったね、社会にね。で、その代わり、技能でつけたんですね。だから、恥ずかしくはないんだよね。月4万しかないって。普通の人だったら、それじゃ生活できませんからね。僕の場合は世界チャンピオンだから仕事があるからね。だから言えるんだけど、普通の人はそれは僕の今のありさまは言うとみっともないよってなるけど、僕の場合中和されるからね。2016年の投資の世界チャンピオンですから、だから平気なんですね。でね、まあこういうことですね。今日日曜日なんでね、あ、まあ大変だなということに流れちゃったけどね。でね、こう難品とかこうまた打ちたいなんて打たないの、絶対。一本決めたらこれで大体決めるのね。損切りも決めたり、利食いもね。今度ここまでやんないよね。こうしちゃったら、ませんでアラートになるようにしてるんですけど、こうしちゃったらここまででもう利益なしにするっていうことですね、予定ではね。で、この範囲で戻ったらこれがね、シグナル通りね、ここでリーグ、ここら辺でリーグイとということですね。何回もちょっと録画すいませんね、誰もほとんど見ないって。本当はアクセスは多くていいんだけど、妨害が100兆円も入ってるんで、1日みんな使ってるんですよ、世界中の人間が。僕のテレビ見ると仕事と取られたりとか、給料を下げたりさせられますから、ね、1日100兆円も妨害料を使ってますから、人間たちまで。僕一人に対してね。高校料1円も払わないようにって、何でもそうなんですね。僕はなんか他の商売でもやろうとしても同じ1日100兆円の妨害費かかってくるから、人々にね。だから例えばお店でパン屋さん開いたって、僕のお店だけは入らない、どんなに美味しくても100兆円の妨害を除去しないといけないわけですから、それで生きてるんですね。以上ですね、どうもありがとうございました。私は、半間家の本家でもありますけど、日本の半間家の生みの親ですね。で、王様ですけども、
で日本の創業者ですね、しかしそれだとちょっとちっちゃいと、身分が低いと、油田の国ね、アラブ連合合衆国とかね、僕は作った国ですねとか、その他油田の国ですが、僕はほとんど全部僕が作ったものです。ですので、日本国の国交だとちょっと身分低いですね。他にもね、たくさん作ってるんですね。封じられてますけど、国ね。地球の創業者の、王様っていうことですね。本物のね。ちょっと人間と違います。同じ体だけど。